湘南カントリークラブは神奈川県茅ヶ崎市赤羽にあるゴルフ場である。戦前、三菱は地方出身者用の独身寮、音声寮を巣鴨に建てた。戦後は三菱創業100年事業として計画されたが、実現しなかった。その後、若い社員がプレーし、新木ができるコースの計画が出された。1957年、ゴルフ乗用地として茅ヶ崎の赤羽大地区と、 天沼地区会場、設計、東急電鉄株式会社衛生都市建設部のに候補地が上がった。発起人の赤星平マらによって調査が行われ、天沼地区は農地が多いことから、高低差が若干ある赤羽台に決定された。同年9月、新たなゴルフ場建設に向けて、経営母体、株式会社湘南カントリーを設立、三菱グループと発起人が株主となった。 クラブはプライベートクラブと新一代限りの会員制とした。ゴルフ場の設計は井上誠一に依頼1957年造成工事が着工された。しかし着工から会場まで創設農地との戦いである。ほとんど開墾されず放置されていた創設農地である。山林を国が買い上げ農家に払い下げ開墾させ20年間は 転用や転売が規制される農地改革法に定触されたのである。1961年4月14日、正式会場時農地改革法に定触するため、6番ホールと12番ホールが影響を受け、アウトコースとインコースともパー35、K パー70でのオープンとなった。それが解消されたのは、1968年9月オープンから7年後のことである。 完成した、井上聖一設計のコースは、平坦で端正なコースを多く手がけた、井上のコースと比較し、起伏と変化が多い、小さな砲台グリーンの難易度の高いコースである。郵便番号253-0001神奈川県、茅ヶ崎市赤羽4123番地鉄道道路。ありがとうございます。